さっさきです。僕こうやって格ゲーマーのみだらな情報を日々発信してますんでね、そろそろ叩かれそう。そこでね、今回は我々格ゲーマーがどんな生きり方をするのか研究を重ねた結果ですね、格ゲーマーの生きり方にはパターンがあることが分かりました。これはまた報告せざるを得ない。重大な使命感に突き動かされたんで、格ゲーマーの生きり方、早速行ってみましょう。感覚派。なあなあ、台形ガードした後さ、マイナス8だから距離近かったら台パンで確定取った方がよくね？ん？マイナス8って何が？かあ、フレーム知らず。8フレ好きやんだよ。ああ、フレームね、わらすわらす。でも俺、フレームとかわかんねえわ。え？お前、拡張とかどうしてんの？いや、いけるよ、フレーム知らんけど。本当全然、事件の中足の発生とかも知らんし。ああ、でも全然いける。俺、感覚派だし。ごめん、これは先に言います。過去の僕です。わかりますか、この感情。フレーム知らないけど、ちゃんと格ゲーできてる自分。そう、天才肌感を出せるよね。むしろその、無知な感じを出したいがためにフレームを知ろうとしないまである。そして決まって自らを感覚派という謎の派閥に所属させます。俺対戦しながら強くなっていくタイプだからね。いや、ほら俺、感覚派じゃん？気持ちいいサイヤ人。これでもね、冷静に考えたらやばいんですよ。フレームって絶対知ってた方がよくて、攻略する上で必須じゃないですか。それを分からないままにしてる俺すげえっていう優越に浸れるのすげえ。まあでもね、最近減ってきたんですよ。むしろ逆に増えてきたのが、理論派アピール。これはフレームやリスク管理を徹底した知的な派閥なんですが、彼らは聞いてもないゲームの知識をやたらとひけらかしてきたりして、感覚派と対局の立場にありながらも最終の着地点は一緒でね、俺天才じゃね、この一点です。あとついでにありがちなのがテクニックに頼ってないアピール。これで生きてくるパターンも結構あって、ああ起き止め、いや俺ファジーしてないけど、辻式はねやってないね。これも冷静に考えるとすごくて、概念を理解しながらね、絶対やった方がいいことをやってないっていうのはある種無知より罪が重くて、もはや怠慢、いや無断欠勤。つうわけで僕らこんなことでも生きり倒せるわけですけど、結局何が言いたいかというと、ファジー解説動画みんな見てね。勝ち越し。おいっす。お、最近どうなん？スト5やっとん？まあぼちぼち。一応この前暗黒竜には勝ち越し。ああそうなん、すげえや。いや、まあ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 。そういや、スト7のシーズン24の時も勝ち越したから。そっか。皆さん、どうですか、これ。いや、もし、ちゃんと勝ってるなら、まあ、生きてもよくねっていう意見あるとは思うんですよ。でもね、その考え、ちょっと危険で、そもそもね、この勝ち越しってフレーズ、相当怪しい。どういうことかというと、例えば、ランクまで偶然一回当たって、運よく勝った後、その日対戦しなかったら、それはもう、格ゲーマー的には勝ち越しにカウントするよね。そう、僕らは、たった一度の対戦だけで、数やった感を出します。まあでも、これはまだね、まだいい。実際今、僕に対して、勝ち越しは勝ち越しだからガタガタ言うなや。そういうお前こそ生きとるやろ。話し方詐欺クソ野郎って思った方いらっしゃると思うよ。いや言い過ぎやろ。まあまあまあ、勝ち越しっていう以上は最低でも10戦くらいはこなしててほしいけど、まだ事実に基づいてるんでいいです。問題は記憶を書き換えたです。これ往々にして見られるんですけど、そこそこ数やってもう全然五分とか、なんならちょい負けくらいでも、あーこの前の暗黒竜戦あんま覚えてないけど多分勝ち越し、さらっと言っちゃう。だよりね、戦績で言うとかなり負けてるのに、あーまあ五分くらいだったかな。どこかで頭ぶつけてしもうたんよね。正直相当惨敗しても1でも引けたら、いやさすがにまあ負け越したかな。いい勝負したか。詐欺師と同じ手口で、今回ね、僕記憶を頼りにまとめました。僕個人が今までに聞いてきた格ゲーマーが申告してきた戦績の比率がこちらです。勝ち越し発言した格ゲーマー 33% に対し、負け越しを申告した格ゲーマー 3%。ちょっと頭ぶつけすぎてるんですよね。はい、今後も調査を継続して比率の推移を追っていきたいと思います。反応速度測定。あっす。何やってんの？いや、ちょ、今話しかけんな。あいいえ、新記録。ツイッターで共有と。実年齢よりマイナス8歳の反応速度。さすがに草。いや、全然大したことないんだけど、まあ、平均遅すぎ？てか俺、やっぱ反応早いのかな？そっそやな。これ結構理解してもらえると信じたいんですけど、なんかツイッターランドで定期的に流れてきて、赤い丸が表示された瞬間タップみたいなんで反応速度測るやつ。これは完全に卑屈で惨めで終わってる僕の一方的な考えなんやけど、なんか超速い人にはほんまにってなるんですよね。いやごめん、はっきり審議したい。リセマラしましたよね。理論値出しに行きましたよね。あんれれ、おかしいな。なんでそんな反応早いのに対空昇竜出さないんだろう。見た目青さん、反応は若手。メイタイク、コパン。僕なんかは、めっちゃ頑張って平均出すのがやっとなんで、自尊心を保つためにもね、自分のマックスより早い人を見たら、ああ、こいつやってんな。
全部これで解決しましたね。まあでも僕ら大人ですから、紳士ですからね。なん癖つけたりなんてしませんよ。まあ強いて言うなら、端末が違う時点で正確性に欠けますよ。そもそも反応速度が対戦の強さに直結しないのはもう歴史が証明していますし、対戦で負荷がかかった状態で測定しなきゃ意味がないですよね。あ、なんかやだな。僕がちょっと大人げないやつみたいな。ほんと、全然そんなんじゃなくて。だけど誰が開発したんですか？あの年代別平均値はどっかのデータで関係は部隊の数は揃えたので十分なデータを取られて、揉め事。なおい、今日の暗黒竜さん大パンびっくりしたよな。え、そっか。あんな昔のゲーセンと比べたら可愛いもんやろ。俺学生の時なんか毎日、大蹴り、灰皿ソニック、カツアゲ、当たり前やったぞ。ヤンキーに A 級決めたらめっちゃ絡まれたけどな。それでも A 級やめんかったな。若かった。俺の中でヤンキー対戦でボコるのブームやったわ。そっか。一般の方は生きるときね、自分が昔やんちゃだったとかブーメン語っちゃうじゃないですか。格ゲーマーの場合はですね、ゲーセンでヤンキーに絡まれたとか揉め事の現場に居合わせたとか周囲依存で生きるんですよね。これはもう僕らの世代マジでやっちゃいがちで、俺もうヤンキー全員に目つけられてたからね。マジ目の前で暴れ出したときはね、俺隣の台でちゃんこで鉄球回してたけどさすがに止まった。昔のゲーセン生き抜いたマウントね。これ実際かなり気持ちいい。でもちょっと一つ申し上げたくて、今は本当全然なんですけど、確かに昔結構ゲーセンやばかったんですよ。僕が学生の時は大パンはもちろんやけど、大蹴り、大押し、大揺らしの大当たり三段活用もあった。カツアゲとかリアルファイトもまあまあありましたよ。でもね、灰皿ソニック、てめえはダメだ。僕も相当ゲーセンで生きてきましたけど、そんななくない？いや正直、灰皿ソニックマウントを取られる覚悟で言うと、一回見たことがあるような気がするぐらい。だってね、灰皿よ。仮にソニックするとしても多分筐体の上からふんわり投げるタイプやと思うんやけど、ガチ切れしてるやつってね、そんなことせんぐらい。もうヤンキーとか普通に直で絡んでくるし、めちゃめちゃ怖いけん。なのでまあ僕個人の意見としては、ちょっとこれ不可思議多いんちゃうかと。っていうか、灰皿ソニック痛いだけちゃうんかと疑ってる今日この頃でして。今後ね、このあたりの意見にはしっかり警察していきたいですね。割と一般人。お疲れ。どうしたん？ちょっと眠そうやな。いや、昨日飲み会でオールしてさ、6時会のカラオケまで行って調子こいた。しかも土曜また飲み。えぐいて。じゃあ行かなかったらいいんじゃない？来週は友達の結婚式なんだよな。もう俺の周り結婚しすぎ。そいや、来月は同窓会だわ。今年の飲酒量やべえんだけど。大変そうだな。皆さん楽しい予定はありますか？もうね、僕たち一般人のイベントとは無縁の世界で生きてるんで、普通に生きてたら普通に体験することでも予定に入ってたりとかしたら得意げに切っちゃうんですよね。これ実は結構種類が豊富で何パターンか紹介すると、まず普通の友達がいるアプリ。いや、この前リア友と遊んでてさ、マジおもろかったわ。リア友？僕らはバーチャル。次に仕事の先輩アピ。あー、仕事帰りはやっぱゲーセンだよな。いや、今年入ってきた新人マジ使えなくてよ。急に仕事できる感じ出すのやめてください。あと元スポーツマンアピ。わかる。俺サッカーやってた頃ナメプマジでキレてたわ。やたら自分がやってたスポーツに結びつけて、俺はお前らとは違うアピール。でもこれ実際ずっとスポーツに打ち込んでたってすごいことなんで、これは飽きられても諦めてください。最後にゲーマーが一番やってはいけない女っ気アピール。あー、悪い。次の土曜ね、合コンだわ。おい、ぶちこ。で、ここから補足ね。僕らはこういう何らかのイベントを意図的についうっかり口走ることで生きてしまうんですが、さらに油が乗った格ゲーマーになると SNS に写メをアップすることで生きり散らかしブーストします。僕も Twitter ランドで相当ブーストしてきました。でももうね、達観してきて、別に悪いことじゃねえんじゃねえかと、生きっていいんじゃねえかと。だって何もない僕たちにようやく差し込んだ一筋の光ですよ。生きっていい。いや、SNS で生きらずしてどこで生きる？ただ疑問が一つだけ残って、SNS にあげるシャネね。いくよ。はい、チーズ。ゲーマーどうした？日常生活でこの指の形に落ち着くことないんですよ。長いホモサピエンス史でも多分我々が初めて。ランマ二分の一でしかやってない。さらに、これの最上級が。はい、チーズ。マジで統計取ってほしいんやけど、このポーズと舌出してイカチー顔して喋っとってると、生きったゲーマーが 97% くらいを占めとると思う。というわけで皆さんですね、SNS に喋で生きるときにはですね、ぜひ普通に撮ることをお勧めします。はい、格ゲーマーの生きり方でした。次回の動画は書籍をゲームに活かしてみたシリーズです。体の疲れについてゲーマー視点でお話ししようかと思います。ぜひ楽しみにどうぞ。今回は以上です。対戦ありがとうございました。はい、じゃあまたね。